いいですかプロデューサーさん、もし私が何か変なことしてたら注意してくださいね。ね、やっぱり距離があるな。伝説の神社か、それとも恋人と二人で歩いた小道か。あ、はい。と言っても実は最近素敵な恋愛小説を読んで、その舞台が今度のロケ先なんです。番組で訪れる予定は特にないんですけど、でも撮影の合間に時間を作って見に行けたらって。本当ですか？プロデューサーさん、ありがとうございます。ただ行きたい場所が2カ所あって、距離が離れているのでどちらか一方しか行けないと思うんです。やっぱりプロデューサーさんもあの恐怖に見入られてしまったんですね。そう、ファンの間では縁切り小道と呼ばれ恐れられている場所。物語最大の悲劇はこの小道で起こるんです。主人公にヒーローが愛を告げた瞬間、謎の力によって引き裂かれる二人。涙なくしては語れません。